はい、こんにちは。内木翔太の営業で人生を変える YouTube チャンネル。今日はですね、もう超簡単、シンプルに誰でも新商品、新サービス、新しいコンテンツを売る方法、広める方法っていうのをお伝えしたいと思います。これね、意外と知らない人がいるんですよね。で、今日は5つのステップって形でお届けするんですけれども、結構ね、間を飛ばしちゃって結局売れなかったっていう人多いんですよ。じゃあですね、どうしたらいいのか。まあ、まず簡単な最初のステップ。新商品、新サービスを考える、発明する。まあ、これ業種それぞれですね。僕らみたいなセミナー業、講師業だったら、新たなコンテンツ、セミナーを考えたり、コンサルを考えたりとか、まあ、あとは整体師とか美容師とかエステティシャンの方だったら新たな施術とかサービスを考えるとかね、まあ、いろいろあると思います。まあ、占い師の方が新たな占い師とかたくさんあると思うんですけれども、それをまあいろいろ考えてほしいんですよね。まあ、自分のやってきた経験とか、あとは同じような商品サービスが世の中にないか、ネットで調べてみてください。でもし大手とかいろんなところが同じような商品いっぱい出してるとしたら難しいかもしれません。まだね、そんなに競合がいない分野、もしくは競合しないお客さん、ターゲットっていうのを考えて、まず新たな商品、コンテンツを考えましょう。まあ、ここも結構難しいっちゃ難しいんですけども、考えてみてください。そして2番目、これ大事です。皆さんの仲いいお友達とか、もしくは経営者仲間とかで、その商品サービスのターゲットになる人にニーズがあるか聞いてみてください。例えば僕だったら、ねえねえ、こういうコンサル、こういうセミナー始めようと思うんだけど、こういうので興味あるとかって聞くと、あ、それ面白いかもねっていう反応もあれば、それは別に 誰も受けないでしょみたいな反応があります。まあ簡単に言うと、こう事前調査みたいなものですね。ちょっとかっこよくとマーケットリサーチって言ったりとかするんですけども、これをですね、皆さんのお友達に聞いてみてください。で、気をつけた方がいいのが、ターゲットにならない人に聞いても意味ないです。例えば女性向けの商品サービスなのに男性に聞いても意味ないですし、逆もそうですし、あとは経営者向けの商品をサラリーマンに聞いても意味ないですし、ちゃんと皆さんのお客さんになるようなターゲット層に近い人に聞いてみることです。で、知ってる人の方が多いです。いいですね。知らない人に聞いてもね、ちゃんといい意見って出てこない可能性もあるんですよ。なので、もし皆さん人脈ある程度あるんでしたら、こういうサービスどうかなって聞いてみてください。そういうことのプロに聞いてみるのいいと思います。で、3番目、これが大事です。これやってない人多いんですよ。その商品サービスを無料、もしくはめちゃくちゃ安い金額で皆さんの知り合いに受けてみてください。まあ、モニターってやつですね。受けてみてもらって、よかったらお客様の声をもらってください。で、これね、受けてみてこれダメだなとか、やってみたけど意味なかったなってなったら、それはもう中止です。その新たなコンテンツを皆さんのお知り合いのターゲットになる人に受けてみてもらって、無料で、もしくはまあ数百円、数千円とかでもいいです。ここであんまお金取んない方がいいです。そこでお客様の声が欲しいんですよ。そのね、新商品サービスで出た段階って実績がないですよ。ぶっちゃけ言うと、お客様がいない状態なんですよ。まあ、もし今までやってきたことたくさんあって、お客さんたくさんいて、その状態だったら全然 OK なんですけども、やっぱりこう起業したての人とか個人事業主の人とか、なかなか実績がないので、お客様の声を作りたいんですよね。で、その受けてみた感想を書面でもいいですし、アンケート形式書いたものでもいいですし、できればね、動画、こういったところで対談の動画とかで受けてみてよかった感想とかっていうのを話してもらうのが一番いいです。それを SNS に上げるとか、 Facebook とか Twitter とかに上げるとかっていうのもありですね。ブログに載せるでもいいですし、ホームページとかあるならそこに載せるでもいいです。まあ、これでね、お客様の声ができて、まず実績ができたじゃないですか。で、次、4番目、4番目は通常の定価よりもちょっと安い金額で受けてもらう。そのお客様の声を武器にして、通常例えば1万円だとしたら5000円で、5名限定と5000円だよとかって言って受けてもらう。そして受けてもらうと、さらにお客さん増えるじゃないですか。で、さらにそこでお客様の声が取れるんですよ。で、それをまた書面にしたりとか、アンケートに書いて、それをブログに貼り付けたり、SNS に貼り付けたりもいいですし、まあ、それを動画に撮ったりとかして、そうするとね、お客様の声が5人分とか10人分とかできてくるんですよ。5人、10人分できればね、もう十分です。で、実際ね、そのお客さん、受けてくれた人が喜んでくれるんであれば、そこにニーズがあるってことなんですよ。なんで、それを武器にしてですね、今度は定価とか、まあ、もしくは、たまにちょっとサービスしてもいいですけども、あんまり値引きはしないようにして打ち出していくといいと思います。これが超シンプルに考える、まあ個人事業主の人とか起業したての人にはおすすめです。
実績がない人でもできる方法なので、こんなことを参考にですね、どん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 新たなビジネスに挑戦してみてください。でね、新しいコンテンツ考えたとしても全部が全部うまくいかないですから、僕もねポシャったものたくさんありますよ。やったけどニーズなかったなっていうセミナーとかもうたくさんあります。もう本当10個やって1個当たればいいかなぐらいの気持ちでどんどんのアイディア出してですね、友人にどんどん聞いていくといいと思います。ということで、今回の動画はここまでにしたいと思います。感想だったりとか質問だったりは、コメント欄にしてもらえると嬉しいです。そして高評価ボタンとかチャンネル登録もしてもらえると、本当営業マン起業家経営者に役立つ情報をどん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 配信していきますんで、楽しみにしてください。ということで終わりにしたいと思います。では今回もありがとうございました。またお会いしましょう。